今の都知事さんね、小池さんが、また環境大臣だった時に、小田山のフジテレビに来られるっていうのを、キャラクター全員で、ロビーで迎えるっていうのあったじゃないですか。で、僕あの時、丹下段平やったんですよ。丹下のおっさんで、眼帯はめて、こうやって、眼帯、おいけっていうのが来るのかいとかって、待ってて、で、これ回ってるじゃないですか。で、キャラやから、キャラでみんな成立してこんなおかしいと僕はずっと思ってたんで、まあそこはちょっとまた僕のプレッシャーとか出てもうたんでしょうね。で、バーって小池大臣が来られた時に、女子アナさんが、さすが小池環境大臣です。エコカーで登場です。って言ったんですよ。あのロータにエコカーつけたから。で、僕は、環境大臣だったら歩いてこいよって言っちゃったんですよ。なんだろ、宮迫さんが。ゆゆかいって。黙らされて向こう連れて行かれてでそれがあったからもうディレクターさんとかねプロデューサーとかあと局の人がほんまにあかんあのほんまにやめてくださいほんまに注意されてたで俺ターゲーのおっさんのはいはいもう二度としませんあれキャラのはずやねんな。全然ね。ね、ほんでそのまま次国会議事堂やったんです。次国会に行く言うて、みんなで爆音で待ってる時に、ほんまあかんぞ。で、宮迫さんも振り返って、うっさん、ほんまあかんぞ。それは振り返って、振りなのかいって。振りちゃうねん。お前ほんまあかんぞつって宮迫さんが言って、全員で国会にバーって行ったら、他の議員、あれ、また小池さんには言ったでしょ。他の議員は絶対映さない。あと絶対迷惑かけないっていうのがもう国家の絶対条件です。放送するのはそれ、それ守らない。で、全員でバーってやってるから。僕ね、なんとか太蔵さん、杉浦太蔵さんのところね、ドンドンドンって叩いたんですよ。ノックしたんですよ。でみんな、きゅーっ、羽交い締めにして、うぃーっつって、また、連れて行かれて。かんで、杉浦さんがパチャッと見て。振りちゃうねんって。振りちゃうねんって。出てこられたのを、うちらと、こう、羽交い締めの、いろんな人の手の間から見てました。